はい、というわけでこんにちは始まりました七不思議チャンネルでございます。七不思議の吉田勝です。はい、大赤身信彦です。よろしくお願いします。そしておゲストの板子28号です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ひどいでしょ、前回の。あれ、多分やばい。いいのというよりも、ひどいの。大変興味のあるというか、多分チャンネルご覧の皆さんはね。僕は自分の YouTube であれ見せんかと思う。なんでだよ。だってなんか言われそうで。出しなよ、先に。やや、やじゃん。ないよ、もう。人様の YouTube に出して、ニヤニヤしたいじゃないですか。どういう趣味なんですか、それ。でもね、前回、あの写真ね、こう、出して、多分反響もね、多分あると思うんですが、今回、さらにご用意いただいてる何かがあるらしいですけど、何ご用意いただいてるんですか。動画です。でもね、あのインパクトは心霊写真よりはないかもしれないんですけど、はい、リアルです。なるほどなるほど、はい、あのどういうことですか。こういう言い方じゃ失礼なんだけど、はい、まあ、世の中にはあの幽霊が飛び出る動画って暴れてるじゃないですか。ありますね、まあ、ほぼ 90% まあ作り、はい、で、まあ、わかります。それいいんですよ、エンターテインメントだから、はい、でまあ、それはそれで楽しめるし僕も大好きなんだけど、はいはい、個人としてね、はい、もう二十何年間階段集めてて、はい、で僕実を言うと心霊スポットに興味があったのはこの3年ぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。で理由はですね、二十、はい、何年間やってて心霊スポット行って何も起こらんかったら自分の二十何年が無駄になりそうじゃないですか。なんてことじゃないですか。なんとなくわかります。わかります。ただ大赤身さんとかはね、はい、そのなんと感じるからいるということはもう脳の中である意味ありますね。脳みそがそうなってますからね。はい、でも僕は全くないんですよ。で逆に言うと、どっか大赤身さんとバカにしてるわけでしょ。ああ、いやでも本当なんかしてるんかい。いや僕もしてないけど、はい、なんかそういう風な気持ちがとかあるわけですよ、はいはい、その幽霊もしかしておんやんなちゃうかな。なるほどなるほど、懐疑的な部分がね、はい、で3年前から何やってるか言うたら、はい、心霊スポット行くじゃないですか、はいはい、で行ってヤバそうな場所に行くと、はい、1回全員その場所から離れてもらって僕1人でビデオカメラを持って、はい、でそのヤバそうやって言った場所に、うん、あのカメラを向けて、うん、もし幽霊様がいるんだったら、うん、私はあなたを上に上げてあげたり、うん、もちろん払うようなこともできませんと、はい、ただ、うん、今私はビデオカメラを持ってるんで、はい、もし何かメッセージがあるんだったら多くの方に伝えることができるんで、はいはい、メッセージをくださいってことやってるんですよ、はいはいはい、でやるようになって、はい、初めは全くダメだったんだけど、はい、去年あたりから、はい、ちょっといろんなことが起こるようになったんですよ。すごいっすね。そうなんですね。その中で、はい、一番良かったやつを今日ちょっと持ってきたんですけど、なんだろう、はい、楽しみ。多分ですけど、はい、徐々に波長が合ってきてるんじゃない。うわ、読んでおいて。そうやねん、チャンネル。そうやねん、最近よく言う、よく言うんですよ、ね、チャンネルがあるって見える人は。だそれが合ってきてのこれじゃないですか。ちょっと行くことによって、はい、少しずつかなと。僕は階段キラーって言われてて、どういうことかというと、はい、どこに行っても何も起こらないんですよ。はいはいはい、で他の方が行くと、はいはい、まあ、例えば名前です、アミさんとか行くと、はいはい、じゃあどこじゃないですか、はい、でアミさんと僕行くと、はい、あんまり起こらないんですよ、はい、だけど最近確かにちょっと行くようになったらちょっとずつ起こるようになったことは確かなんですよね。なるほど。これね、場所ね、はい、まあ、某所にしときますわ。某所、ちょっと出てくるんですけど、まあ、なるほど。何が怖いかって言ったらね、そこね、うん、はい、まあね、こうね、小だちっちゃいね、こう山みたいになって、うん、ちょっとちっこい、うん、古墳やったらしいんですよ、はい、で昔はいっぱいあったんだって、はい、それ潰されて1個だけになってるんだけど、はい、その、まあ、広さそうやな、どれかな、上に上がったら4メートルの円ぐらいかな、大きさ、うん、であとは崖になってて、うん、だから何がやばいって言うと、そこでパニックになったらもう崖から落ちちゃう、階段も落ないですね。それがまず怖い、だからそこを気をつけなきゃと思ったんですよ。でね、もっと怖いのは僕注目したのが、入り口にね、階段の入り口にでっかい石のこういうね、ちゃんとしたこうなんか文字が書いてるのを置いてあるんですよ。石碑みたいな。石碑というか説明なんですよ。説明、はいはい、ここに来る人は気をつけなさいみたいなことの石碑なんですけど、まあ、文字がバーって書いてあって、はいはい、何書いてるか言ったら、この塚を壊せし者、霊魔を受けて死することもありって書いてある。僕今まで見て死にますぜって書いてるのが初めて見た。噂あるでしょ、噂聞くんですか。それわざわざ石のその石碑みたいなのに残してる、死にますぜって書いてるんですよ。お見せしようと思うんですけど、はい、はい、どんなとこなんだろう。ね、あれここまで言うと持ってきてなかったら大爆笑。そんなことはないと思うんですけど。いや、ありますよ。たまにありますかね。たまにありますかね。ここもね、はい、ここも流しましょう。この探してるところ。探してるところ。
大丈夫です。あれ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、パソコンの容量弱いんで、ちょっと時間、回ってますか、回ってますか。もうずっと回ってますよ。今日はですね、城旗塚っていうところに来ました。それどういうとこかっていうと、昔ここは古戦場だったんですよね。だからそれだけじゃないんです。じゃあ亀井さん、ちょっと来てください。この奥にあるんですよね。はい、はい、若林さん、僕映ってよ、僕映ってください。これね、なんて書いてあるかって言ったら、ここを荒らしたものは死するって書いてあるんだ。これね、はっきり言ってね、絶対ここで100人ぐらい死んでるんだ。確実に死んでるんだ。だからね、こういうことあるんだ。これ普通じゃないんだ、ここ。多分ここまでふざけてたんですよ。ここまでよね。あ、ここまでふざけてたんですよ。というかさ、ほら、あのほら、彩兵が落ちてる。ほら、あのロープのところにほら下がってた木の周りに、ね、結構あったんですよ、うん、でそれがね、外れちゃってたんですよ。ほら、ロープのところに下がってた彩兵がなくなってるじゃん。ていうかさ、どういうこと。いや、俺が知りてえよ。それだって充電したばっかりのやつなんだから。電池ありました。電気製品ない。あ、なかった。これだけ必ず。どうしよう、どうしようもないな。だどうしようもないよ。すごいですね。いきなり潰れたな。で、まず最初はカメラ置いといて、はい、はい、いや、さっきすごかったもんな、真っ暗に。で、俺一人ちょっと上がってきて、うん、で、そのあれをやるんですけど。いや、ハート強いな、イタコさん。知りたくて。探求心の方が。そうそうそう、ね、幽霊に話しかけたいと思います。もし本当に幽霊がいるんでしたら、今これ私カメラ持ってますんで、こちらに何かメッセージ伝えてください。ただ僕はあなたを上に上げたり、まして笑いしたりすることはできません。だけどあなたのメッセージをみんなに伝えることはできます。今なんか周りをなんか走ってるような足音が聞こえましたね。まあ、取れてるどうかちょっとわからないんですが、もし何かありましたらメッセージはみんなに伝えることができますので、このカメラに向かってお願いします。もし本当に幽霊がいるんでしたら、今これ私カメラ持ってますんで、こちらに何かメッセージ伝えてください。ただ僕はあなたを上に上げたり、まして笑いしたりすることはできません。だけどあなたのメッセージをみんなに伝えることができます。ヘッドホンで聞いてもらった方がいいかな。もっと音声を大きくしてる。次。ただ僕はあなたを上に上げたり、まして笑いしたりすることはできません。だけどあなたのメッセージをみんなに伝えることができます。周りが知ってるんだ。ほんまや。たっ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 たですよね、本当に。で、これって放送聞いてる人にヘッドホンで聞いてもらいたいんだけど、ステレオじゃないですか。ああ、だから回り回ってるの分かるんですよ。ほう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 、なるほどね。モノラルじゃなくてステレオだから。はい。で、これ僕何がよく分からすごいかって言ったら、まずその僕の反応が、人間って同じくて分かったんだけど、とんでもないことが起こったら絶対現実のあるものと結びつけるんでしょうね。だって普通ならタイミング良すぎてメッセージお願いしますって走ってるんですよ、はいはいはい、絶対おかしいじゃないですか、うん、でも僕平気で走ってますねって、うん、でまたメッセージお願いしますって言ってるんですよ。あ、なるほどね。その時怖いよりも単純に、うん、あ、走ってる、走るわけないんですよ、夜中で誰もいない。はい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 。で、走ってる、あ、足音やって思ってしまうんですよ、うん、で、後になったらめちゃめちゃ怖かったんですよ。実況してる。そうですね、その時は別にね、別に走ってる、走っとんなぐらい、走っとんなぐらいだったんですよ、うん、あとちょっと見返してみたら怖いっていうね。いや、わかるな、それ。で、これ
なんであの上に画面ちっちゃい画面あったんですか、はいはい、あれなんでやったらああやったかって言ったら、はい、他の3人で行って、はい、で2人が何もせえへんの見せるために生配信してたんですよ、うん、なるほどなるほど、あの車の中で一緒に生配信してるんですよ、うん、だから絶対行けない行けない、はいはい、そうですね、でそれでやって周り走ってる、そっかそっか、だからこれはねヘッドホンで生徒も聞いてもらえると、うん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 、でタイミングも完璧なんです、完璧なんですね、はい、あれお願いした時ですもんね、にもかかわらず走ってくれたのに、はい、僕が走ってますねって言うたから幽霊はがっかりしたと思う、はい、いや走りとれないかいっつって、でも走ってんのにメッセージお願いしますって、またアピールしてるでーって、また言うてるよみたいなこいつみたいな、いやいやいや、で走れる場所がないんですよ周り、なるほど、そうかそうですよね、先ほどの話、そっかそっか、いやこれいいですね、このリアルです、リアルです、なんか幽霊がパッと出てくるとか、はい、ギャーって声が聞こえるわけじゃなくて走ってるだけなんだけど、うん、だから多分これね音声解析してもただの足音なんですよ、単純にね、多分誰かいたじゃないですか、進みそうな気もしますけどね、いるわけがないんですよ、ね、で面白くって、見た見える見えへんっていうのは、はい、それは脳がなんか作ってるわけで、うん、でも音っていうのは、はい、取れてたら完全に物理的な現象なんですよ、空気が入れるから、そういうことか、そういうことだ、そうそう、うんうん、だから多分これ科学的に分析しようが何しようが音は音なんですよ、ね、うん、足音ですね、はい、タッタッタっていうね、はい、何もないとこに音はしなくて何か物理的なことがあってそれで空気が振動してるわけだから、はい、そうか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 、面白いんですよ、なるほどね、はい、ちょっといいでしょ、いやこれいい、知的でしょ、あの幅広いこの人階段も、ね、階段もやり、階段もで恐怖の写真から写真がリアルな動画まで、音でね、幅広いな、目で見て耳で楽しんで、なんで最近まで無職やったのか、やめて、それ言わなくて、9月1日からちゃんと就職するから、これが流れる時はちゃんと働いてる、この放送してる時俺もねヒーヒー言うと働いてる、あの今回これね素晴らしい、はい、まあ、動画をですね3本こちらのチャンネルでいただいたんで、はい、ちょっとお返しといってはなんですが、はい、あの板子さんのチャンネルの方に僕お邪魔しまして、はい、階段をちょっと披露してきます、やってくださいお願いしますよ、はい、ということでコラボという形でさせていただければ、まあでもあれですけど僕からあんまり客来へんと思うからどっちかやと僕の方が美味しいんですけど、ね、いやいや言わんでいいやん、言わんでいいやん、ほんまみんな来てるのは俺ええ人やから来てる、板子さんのチャンネルぜひぜひ、自分でええ人やで言うやつにええやつおらんもっとすごい心理写真あるかもしれないけど、ほな出せよ、ほな出せよ、ないんだよ、ないんだよ、というわけで、はいはい、楽しい時間はもうすぐに、ね、本当にありがとうございましたますので、はい、というわけで、はい、次はですね、私が、うん、板子さんのチャンネルで会談させていただきますので、はい、お楽しみにすることで、はい、ということで、はい、以上七不思議チャンネルゲストは板子28号さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました。